なぎなた術は、日本固有のながら武器であるなぎなたを使用する武術である。なぎなたの表記について、当初は、なぼくなたと表記したり、なぎなたの字が当てられていたが、長い刀を意味する、なぎなたと区別するため、神馬を投ぐ刀として、なぎなたと書かれるようになった。なぎなたと称される武器は、奈良時代から平安時代にかけて、寺院の守護のために、僧兵の武器として、 威力を発揮し、鎌倉時代末から室町時代にかけて戦場の主武器になったものの、王仁の乱五郎より戦いの主流が武士による一気打ちから不評による密集戦に変わると、やがて機能的な観点から槍にとって代わられていった。江戸時代に入ると、武家の女子やた武道の技の中に組み込まれる形で、教授され、木なぎなたを用いた形稽古が中心を占めたが、 剣術に対する遺書武器の一つとして稽古されたに、過ぎず、家元や宗家によって細々と伝承されるに止まった。幕末維新機も使用武器として用いられることなく、明治時代に入ると、激剣工業でいるものとして、人気を博した。第二本部特会が、武術の保存奨励に努力した人物に与えた、精錬賞、教師も、1921年までにわずか11人しか、 授けられていない。昭和時代に入ると、九百三十六年文部省の通達により、女子の中等学校生科体育に、なぎなた、弓道を取り入れることが決議され、京都の武徳殿と東京の修得館で、なぎなたの教員が養成された。九百四十年なぎなたの教材化を目的として、天と流と自家進化流を中心に、なぎなた道基本動作が統一され、 九百四十一年、国民学校令の中で女児に対して、薙刀を課せられたことも、相まって、学校薙刀道が形成された。しかし、敗戦後、戦時下で行われた、学校薙刀道は廃止された。九百五十三年五月四日、戦後第一回、武徳会において、天都流と自家進化芸流の演舞披露が行われ、翌年、近畿薙刀連盟が発足。 その翌年には、全日本なぎなた連盟が発足する。その後、文部省の指導によって、なぎなたと名称を変更。1964年、全日本なぎなた連盟で、なぎなたの名称が決定し、古武道から現代武道へと脱皮を果たす。創実と類似した技法も多いが、つくのが基本の槍に対しなぎなたは切るのが基本となる。またなぎなたの多くは、石きが、 半月型等の切りつける用途に向いた形状となっており、石突きで切りつける技が含まれる。過去には馬上で扱う技術もあったが、戦いが騎馬戦から都戦へ移行したことで出伝した。多くの流派では、棒術、繁忙術、鎖釜術を平伝している。双術流派に平伝されていることもある。新しいなぎは、技が左右対等に行われ、 繰り出し繰り込み持ち替え等の変化に富み、俊敏柔軟な動作で興味深く実施でき、均等的全身運動である点に特徴があるが、あくまでも学校教材であって、技術的には武道ではないという指摘がある。なぎなた術の演舞を行う女学生。1911年11月11日、浜松高等女学校周期運動会において撮影。他、 多数の流派が存在鹿児島県種ヶ島に、薙刀踊りという郷土芸能が存在する。薙刀踊りは出花、本踊り、引き端から構成され、その筋書きは以下の通りである。薙刀踊りは、今から804年前、源氏と平氏の争いの中、当時の源氏の武将石山氏の娘、おつやが、5年前に、平家の武将に弓矢で撃たれた父親の仇を撃つため、 京都の東山の清水寺にこもって、兵法の稽古に励み、なぎなた、立、手裏剣を持って、父の仇である藤島氏を探し求めて、見物人の多い中で見事父の仇を打ち、仇を打つのを見ていた人々も、おつやの見事な仇討打ち姿に感激して、かごひとさを、金子百両、それとたくさんの人々から、心温まる凶王を受け、丹波の国へ帰るという筋書きであります。 また、脳の小道具として、登場人物の出発を際立たせるといった、風流性を支えるために用いられた、あるいは遠野峰様の演出に関連して用いられたと推測されている。ありがとうございます。